テアトルでの思い出はもうとんでもない数があるんで、もうここは僕にとっては本当に庭のような場所だったりもするんですが、僕の恩師である若松浩二監督のメイン館でもあるんですよね。一緒に映画を作るとここから映画をスタートさせるっていう場所でもあるので、本当にいろんな思い出があります。自分ががむしゃらにやっていく理由みたいなものって、きっとその映画館を満席にできる俳優になるっていうのは本当に一つの大きな指針になる言葉をいただいた。これからもきっと一つの僕の大きなテーマだったりもするんですけど、四六時中新宿の人たちが集まっている街がね、新宿ってその街の象徴みたいなのがないじゃん。なんでかっていうと、要するに新宿の人たちが来てるから醸し出してるんだよね。そのイメージ作ってるわけだよ。やっぱり人が、人流が要するに醸し出してる街のパフォーマンスというのが、それが好きでみんな来てんじゃないかなというふうに思いますよね。僕ら自体吉本興業でこうデビューさせていただく時って、新宿に通ってみんなで話してて、それこそ新宿の喫茶店入ったりとか、もう新宿のカラオケも行ったしっていうところでこう僕らでこう話して、で吉本みんなで行ってこう話してどうしようって言ったのも新宿ですし、新宿でオーブの話をすごいたくさんしてたから、なんかそういう面では新宿でできたグループ。私が会社に入って数年した時に、先輩が、まあ、女性とエスコートするにはちょっといいお店も知らなきゃいけねえんだよっていう話で、先輩が紹介してくれたのがこのお店でして、カルツォーネっていう車ってるピザですかね、初めて見たという。ああ、またこういうところでお金いっぱい稼いで貯めて、こういうところでデートできるようになればいいなっていうようなところをすごく感じたのが、ここがのお店が初めてなんです。